4ボルト行くか行かないか、4ボルト行くか行かないか、ちょっときつく回せば、まあこのぐらいの自作のメーターですが、こういうわけです。4ボルト、9ボルト、12ボルト、おお、3色 LED がついちゃうよ。こんなステッピングモーターでこんな軽くやっただけで、うん、ステッピングモーターを変える。今度はこっちのステッピングモーターで、プラスがこっち、マイナスがこっち、さあどうか。うん、これは軽いからよくつくね。こんなに簡単にくっついちゃうんだ。回転数だってそんなに上げてないんだけど、たったこれだけだ。次、単色、3色 LED もつきました。単色のブルー LED、 ブルー LED はどうですか。落ち着きがないな。あー、つくね。右回しても左回してもつくね。うん、次、これは緑かな。この3色 LED が作ったということは、発電機ができますな。見にくいかな。次は赤。赤、これはどっちがプラスかな。見えない。こっちがプラスだな。こっちがプラスで、こっちがマイナスだな。こっちがマイナス。赤はつくんだよ、大体ね。あれ、つかねえ。曲線間違った。曲線を間違った。最初はこれでついたから、やる気になったんだよね。どうですか？軽くついたでしょ？こんな軽く回してんだよね。やっぱりこれが一番すごいね。この、これが一番強いです。これを3色合同で、3色合同でやると一番やりづらい。これが一番ベストだな。あれ？これなんか足んないな。ああ、逆だ。こっちがマイナスなんだ。こっちがプラスなんだ。これでつくでしょ。うん、こんなつくんだもんね。これは発電機として使えんね。
このステッピングモーター、これは、なんだっけな、キヤノンのプリンターの壊れたのを分解して取ったステッピングモーターです。どうですか？こんだけの回転で、指が回したぐらいの回転でつくくらいだから、ちょっとした発電機はできると思います。これはいいぞ。よくつく、よくつく。回してるとこ分かりますか？こんな軽くやっただけでこんなによく点灯します。だから風で回転すればかなりの充電もできるんではないでしょうか。どうでしょうか？よく点灯してます。よし。